はい、こんばんは、まさです。今回もですね、お仕事終わりの YouTube ということで、心理学をテーマに簡単に3つに分けてまとめていきたいと思います。と何かの役に立つと思いますので、よかったら最後まで見てみてください。はい、では早速1つ目、ビアゴーグル現象。これはですね、ビールを飲むとアルコールの影響で異性が魅力的に見えてしまう心理現象のことを言うみたいです。これはなんかあれですよね、お酒飲む人だったら誰しもがなったことがあるというか、そういう感じですよね。すごい酔っ払って泥酔だってなってたらちょっとあれですけど、程よく酔っ払ってて異性の人見て、あ、いいなと思っちゃうとか、そういうのはいいかもしれないですよね。いいかもしれないというか、ありますよね、よく。このビアゴーグル現象という名前が面白いですよね。まずこんな言うんだみたいな。これとはなんか話が変わっちゃうかもしれないですけど、よく夜の商売している人ってこうモテるますよねとか言われたりするんですけど、そもそもその夜の商売、まあ僕の場合だとバーになっちゃうんですけど、そういう環境なんですよね。モテるっていうか、そのなんだろう、錯覚が生まれるんですよね。錯覚が生まれやすい空間なんですよね、そもそもバーって。それこそこのビアゴーグル現象、なんだろうな、夜特有のあの雰囲気出ちゃったりとか、あとはなんだ、仕事からこう話を聞くっていう場合が多いので、接客業とか夜の商売してる人がモテるっていうのはもうほぼ錯覚だと思いますね。本当にモテる人はモテるんでしょうけど、本当にモテる人は昼間あってもモテますよ。だからよくあるのは、日中あったら幻滅しちゃうみたいな、そんなのもあると。で、2つ目、フードファディズム。はい、これはですね、特定の食べ物や食材を過剰に評価してしまう心理現象のことを言うみたいです。例えば牛乳を飲めば、まあ、骨が丈夫になって背が伸びやすいとか、あとラーメン食べ過ぎると肺炎しちゃうよとか、ブルーベリー食べると目にいいですよみたいな、めちゃめちゃ食うみたいな、毎日ブルーベリーみたいなとか。個人的に僕は納豆が好きなんでよく食べるんですけど、食べ過ぎないようにすると、納豆を体にいいから1日5回食べようみたいな、フードファディズムになっちゃうと、過剰にフードファディズムしちゃうってことですよね。これはちょっと気をつけていきたいですよね。はい、では最後の3つ目、フリーライダー効果。これちょっと面白いですね。これはですね、他の人の成果などにただ乗りしようとする心理のことを言うみたいです。なんで何かこう有名な人とか、お仕事だったら何か成果を上げてる人とか、あとは SNS とかで言ったらインフルエンサーみたいな人がいたとして、そこに自分も混ぜてもらおうみたいな感じになっちゃうことですね。まあ、混ぜてもらうっていうのは、何だろう、ただ乗りしちゃう、他の人が頑張ってるものを、いや、それはちょっと違うな、なんかこうただ乗りしちゃうっていうか、そのあやかろうみたいな気持ちが生まれちゃうってことですよね。まあ分かりやすく言うと、お金持ってる人の周りに集まっちゃうとかなのかな。フリーライダー、結構ライダーの中でも多分種類が多分あると思うんですよね。そのフリーライダーの中でも種類がたくさんあって、ちゃんとヘルメットかぶって、まあ、来る人もいれば、まあ、ノーヘルで原付で来る人もいるってことですよね。来る、あのフリーライダーを迎える側に立った時に、やっぱりせめて免許持ってたりとか、せめてこう、まあ、自分のバイクを持ってるとかで来るんだったらいいのかもしれないですけど、なんか、うん、歩いてきましたみたいなのだと完全にこう渋いですよね、そういった意味では。あんまりただ乗りは良くないっていうこと、まあなんかね、わかるんですけどね、調子がいいっていう人に乗りたいっていう気持ちはわからなくもないですけどね。なんかこう、あんまりこう世の中ただで乗れることって多分あんまないんですよね、そもそも。滑り台ぐらいだと思うんですよね、乗れたとしてもただで。あんまり、うん。はい、では最後にまとめると、ビアゴーグル現象は錯覚が生まれやすいっていうのと、フードファディズムは特定の食材を過剰に評価しやすいっていうのと、フリーライダー効果は滑り台だけにしておいてくださいということです。はい、では今回も以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。楽しいね、れっちゃん。バイバイ。